ブラックリストは映画化されていない脚本を対象とした評価及び映画制作マッチングのプロジェクトである。ウェブサイトはユーザー登録制で運営されている。またしばしば登録ユーザー以外の一般に広く公表される年次の投票ランキング上位リストを指すこともある。ブラックリストは注目されていない優秀な脚本家を効率的、効果的に発掘することを目的としている。 ブラックリストはフランクリン・レナードによって2005年にランキング調査が開始され、脚本家と映画制作関係者のマッチング機能が2011年に追加され、ユーザー登録制サイトに変更となった。2017年10月時点で約1000本の脚本がサイト上に登録され、うち300本以上は後に映画化されて劇場公開し、アカデミー賞や ゴールデングローブ賞等の受賞作も多数誕生した。映画化された作品の興行収入を合算すると260億ドルに上る。ユーザー登録した脚本家が脚本をアップロードするとサイト上で一覧表示される。閲覧、評価者は一覧から検索、ダウンロードし、10段階スコアで脚本を評価する。また閲覧、評価者が事前に 興味分野を登録しておくと、興味分野に合致する脚本がレコメンドされる機能を有している。評価スコアは、ベーズ推定を用いて平均値が算出され、リアルタイム更新されたスコアを閲覧、評価者、脚本家ともに参照できる。また脚本をアップロードした、脚本家のみ、ベーズ推定の評価スコア以外に、単純平均評価スコア、検索閲覧数、 ダウンロード数も参照できる。ブラックリストは脚本家の営業活動を促進する目的で、これらの数値を脚本家の判断で自由に外部に公開することを認めている。また、脚本に興味を持った閲覧、評価者は脚本家に直接コンタクトし、サイト外で映画化の交渉を進めることができる。脚本家は月額固定利用料を支払ってアカウント登録すれば、 誰でも利用できるが必ずしも評価がつくとは限らない。脚本の作品ごとにオプション料金を追加で支払うと評価が必ずつく。ようサイト側が脚本のジャンルに応じて適切な閲覧、評価者を選定する仲介サービスもある。一方、アップロードされた脚本を読む閲覧、評価者は無料で利用できるが、サイト側の審査基準を通過したものに限定される。 閲覧、評価者は、映画スタジオ、制作プロダクション、タレントエージェント、映画出資者、一部の俳優など、映画業界のトレンドに精通し、映画制作の実業に従事する、業界関係者である。ブラックリストが、ユーザー登録制を開始した時点で、閲覧、評価者として、アカウント登録を申請したのは二百五十名に、上るが、サイト側が実際に承認したのは四十名。 未満であった。その後も拡大を続け、2017年10月時点で閲覧、評価者として登録されているのは約500名に上る。会員制のリアルタイム評価、マッチングとは別に年次投票が行われる。投票の基準はザモーストライクとであり、必ずしもザベストとは限らない。投票者は一人当たり最大で10作品まで投票することができる。 ランクインに必要な最低得票数は実施年により異なる。一般向け公表は毎年12月の第2金曜日にサイト上で行われる。2005年ランクインリスト2006年ランクインリスト2007年、ランクインリスト2008年ランクインリスト2009年、ランクインリスト2010年ランクインリスト2011年、ランクインリスト2012年ランクインリスト2013年、 ランクインリスト2014年、ランクインリスト2015年、ランクインリスト2016年、ランクインリスト2017年、ランクインリストブラックリストのサイトに登録された、脚本は第89回アカデミー賞までの通算ノミネート数が264、受賞数が48に上る。ブラックリストにランクインした作品のうち、スラムドッグドルミリオネア、英国王のスピーチ、アルゴ。 スポットライト世紀のスクープはアカデミー作品賞を受賞したほか、過去10年のアカデミー脚本賞及びアカデミー脚色賞を受賞した20作品中10作品は、ブラックリスト登録作品である。同類の脚本評価サービスの中でも、ブラックリストは洗練された、公平なサイトとして位置づけられ、ブラックリストへのランクインは一よにして、無名の脚本家が脚光を浴びるのに一役買う。 しかしながら、上位ランクイン作品が映画化につながらないこともあり、また映画化されても、工業的な成功に直結しないと映画業界、メディアインディワイヤーは指摘している。脚本の評価、映画制作マッチングサービス等を提供するサービサー。2005年、ブラックリスト創設者のフランクリン・レナードは、俳優レオナルド・ディカプリオが設立した、映画制作会社、アッピアンウェイに勤務し、 年間約700本の脚本に目を通していた。そこでレナードは業界関係者にその年に読んで気に入った脚本を列挙してもらい投票結果をリスト化して回答者に限定して配布した。これがブラックリストの始まりである。当初ランクイン作品リストは非公開だったがハリウッド業界内で口コミで話題となりついに一般公表されることとなった。 2011年10月には年次調査だけでなく、リアルタイムの評価、マッチング機能が、サイトに追加され、ユーザー登録制となった。今後は、映画だけでなく、テレビ番組や演劇、ショートフィルムなどの脚本もプロジェクトの対象として、拡大したいとレナードは、展望を述べている。ブラックリストの名前について、レナードは、自分の名前を載せて欲しいと思えるようなブラックリストが、 あったらどうだろうかと語っている。また名前には二つの由来があると明かしている。それは1940年代から50年代にかけて海運比米活動委員会によって作成されたハリウッドブラックリストとレナード自身がアフリカ系アメリカ人だという事実である。なおハリウッドブラックリストは共産主義との関係を求断する赤が,がりであり、 ブラック産業の人々の名前が記されたリストである。ブラックイコールワールというネガティブなイメージを払拭する意図でブラックリストと命名された。ありがとうございます。